タルヤーは、アイルランド生産、イギリス調教の競争馬。1952年に、エプソムダービー、キング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークスなど、数々の大レースを制し、アイシングラスの持つ最高獲得賞金記録を57年ぶりに塗り替えた。判定に外線文章優勝馬で、種ボバとして、日本に輸出された、セントクレスピン。 母のおじにアイルランドの二冠馬でこれも日本で種母馬として成功を収めたプリメロがいる。競馬史上に大きな自責を残したアーガーハーン三世の生産馬。体高約153センチメートルと非常に小柄、かつ闘争心とはほど遠い応用な性格で競争馬としてはほとんど期待されていなかった。デビュー以降しばらくも凡庸な成績で当初は クラシックも目指していなかったが、3歳になってから、快進撃を始め、エプソムダービー、エクリプスステークス、キングジョージ、セントレジャーステークスなどを制した。距離不適との理由で、クラシック初戦の2000ギニーを回避しており、幻の3冠馬に上げる者も,もいる。当時世界最高賞金レースだったキングジョージを、 制した時点で獲得賞金額が6796ポンドとなり、1895年に愛人グラスが記録した58655ポンドを抜いて史上最高賞金獲得馬となった。3歳終了時点の獲得賞金は76417ポンドで、当初はこれ以降も、 現役続行が検討されていたが、アイルランドのナショナルスタッドから購買の申し入れがあり、3歳で競争馬を引退した。この時の購買額27万5000ドルも当時の世界最高額を塗り替えるものだった。種ボバとしては、アイルランドとフランスで、品馬クラシックの優勝馬を一頭ずつ送り出したが、3年目の 種付けシーズンを終えた時点で67万2000ドルという価格でアメリカのクレーボーンファームに売却された。アメリカでも大活躍というほどの成績は残せず1972年に老衰で死亡している。父テヘランはセントレジャーステークスを制した長距離場で1952年に A リーディングサイアーを獲得している。母ネオクラシーは イギリスで五戦二勝三区には、タルヤー、セントクレスピンの他に、イタリアオークス等の優勝バーンティクレアの母、アンドロメダがおり、その孫に、日本で重賞4勝を挙げた白鵬賞がいる。二大母ハリナの、全兄弟にニカンバ、トリーゴ、愛ニカンバハリネロ、ドンカスターカップ優勝馬アスフオード、愛ニカンバプリメロがいる。ありがとうございます。